大野翔平は山口県山口出身の日本の柔道選手。階級は7 3ラム級。身長1 7 0トル。血液型は大型。組手は右組段位は4段。得意技は大外刈りと内股。現在は旭化成に所属。柔道は7歳の時に松見柔道スポーツ少年団で始めた。 道場の二年先輩には後に無差別の世界チャンピオンとなる上川大輝がいた。山口市立領城小学校を卒業後、二歳上の兄である哲也を追って上京すると、行動学者の所属となった。指導者の持田春也によれば、入学当初の大野は、同じ学年の選手8名のうち7番手に過ぎなかった。ものの、鶴巻中学の二年生になる頃には一切妥協せず、 常に真剣勝負を挑んでくる王野の姿勢に躊躇して上級生を含めた他の選手が王野と組み合うのを避ける傾向が出てくるなどその存在感を示すようになってきたという一方で本人によればこの当時はあまりの辛さに泣いていた記憶しかないという2年の時に出場した近代柔道杯では5位となった3年の時には東京都大会決勝で 国士官、中学3年の伊佐自由介に旗判定で敗れ2位にとどまった。団体戦では、全国中学校柔道大会と、マルちゃんハイで5位に入った。世田谷学園高校へ進み、1年の時に、今週期の準々決勝で、東海大相模高校と対戦すると、同じ1年の羽賀龍之介に、指導音で敗れ、チームも5位にとどまった。 全国高校選手権の団体戦では3回戦で敗れた。2年の時にはインターハイ 73kg 級の準々決勝で剣高校3年の森下淳平を GS に入ってから有効で破るなどして決勝まで進むと西風高校3年の柿田圭啓介を墨返しで破って優勝を果たした。全国高校選手権の団体戦では5位だった。三年の時は またしても東京都大会決勝で、伊佐治雄介に敗れ2位にとどまり、インターハイは出場できなかった。なお、団体戦には1年の時から一度も出場を果たせずに終わった。大学1年2010年には、天理大学へ進学。1年の時には、フランスジュニア国際で優勝すると、グランドスラム、東京にも出場して5位となった。 この当時、全日本代表チームの監督だった大学の先輩でもある、篠原真一に、特例で、ジュニアから、シニアの強化指定選手に引き上げてもらったことで、シニアの合宿にも参加してより力を蓄えていった。大学2年2年の時には全日本ジュニアで、優勝すると、世界ジュニアでも優勝を果たした。2012年2月には、ワールドカップ、オーバーバルトに出場して、 シニアの国際大会初優勝を飾った。大学3年3年の時には6月の優勝大会の準々決勝で日本大学と対戦すると 100kg 超級の原沢久喜に技ありで敗れるなどしてチームは5位にとどまった。11月の行動完売決勝で大学の1年後輩である土井岳氏に内股で一本合致して初優勝を飾った。 12月のグランドスラム、東京では、決勝で、総合警備保障の中や力に、小外刈りで技ありを取った後に、大外刈りで一本勝ちして、グランドスラム大会初優勝を飾った。大学4年4年の時には5月の体重別、準決勝で、筑波大学4年の西山勇希に指導1で敗れて3位に、終わったが、国際大会などでの実績が評価されて、 世界選手権代表に選ばれた。8月の世界選手権では、初戦で元世界チャンピオンである韓国の王見春と対戦すると、苦し紛れに駆け逃げを連発する王に反則勝ちを収めた。続く2戦は、内股と反則勝ちで勝利すると、準々決勝では、元世界2位であるオランダのデックスエレモントと対戦した。お互いに有効を取り合った後に、指導2で、 リードをされるも、終了10秒前に指導を取り返して、ポイントで並び、GS に突入すると、払い腰で一本勝合致した。準決勝では、元世界3位であるベルギーのディルク・バンティヘルトを、大外刈りで豪快に畳みに叩きつけると、決勝では、ロンドンオリンピック同メダリストであるフランスのウゴ・ルグランに対して、内股で有効を取った後に、羽越しで破り、 6試合オール一本勝ちで優勝を飾った。この際に前に出る攻撃的な柔道ができた。すべて一本で勝てたことは満足している。勝ち続ける選手になりたい。もっと強くなってリオ五輪でまたここに戻ってきたいと語った。なお、世界団体において9 0ラム級の西山昌子が怪我のため出場できず、 チームは4人での戦いを強いられて3位にとどまったが、こちらでも4戦すべて一本勝ちして、個人戦と団体戦の計10試合をオール一本勝ちで飾ることになった。その直後に、口術の天理大学柔道部の暴行事件発覚で、強化指定選手取り消し、定額、活動停止、首相解任の処分となった。一方で、フランスの柔道雑誌である L、エスプリジュ柔道に、 世界大会7連覇を達成したことで2013年の最優秀男子選手に選ばれた 100kg 超級のテディリネールは自分なら王の最優秀選手に選出する。世界選手権で見せた力強い組手から繰り出される技の数々は非常に印象に残り、なおかつ魅力的なものだったと語った。リオデジャネーロオリンピックの表彰式にて2014年大学を卒業後、 2014年からは、アサヒカ製の所属となった。暴力問題以降初の大会出場となった4月の選抜体重別では、決勝で中谷に指導3まで取った後に、浮き落としで一本勝ちして、今大会初優勝を飾り、世界選手権代表に選出された。続いて、世界チャンピオンになったことから推薦により無差別で争われる全日本選手権に出場すると、 二回戦で、両徳寺学園職員である 100kg 級の穴井、両平を判定で破るものの、三回戦で、今大会優勝した 100kg 超級の王子谷、強氏に指導3で破れた。なお、王子谷は今大会で王ののみ一本勝ちができなかった。8月の世界選手権では、初戦の二回戦で、ポーランド選手に腕座十字、型三回戦で、 モンゴルのサインジャルカルニャムオチルを指導に出破ったが、4回戦で、韓国のリヒサシジュンに出足払いで、よもやの一本負けを喫して2連覇はならなかった。世界団体では準決勝まで勝利するも、決勝で地元ロシアのデニス・ヤルツェフと対戦すると内股で、技ありを選手しながら、大外返しで有効、大外巻き込みで技ありを取られて、逆転負けを喫したものの、 チームは3から2で優勝を飾った。なお、今大会前にロサンゼルスオリンピックの 60kg 級金メダリストで、ある指導者の細川慎二から、お前はもう強くならんと言われたことがショックで、それを消化できずに大会に臨んだ。試合では前年以上に圧倒的な勝利を収めようと、意気込みすぎて色気や隙が出てしまって敗れたことで、細川が言ったことはこういうことだったのかとも、 思い巡らせた。細川からはその言葉の真意を結局聞き出せなかったが、今の力をそのまま出せば十分に世界で勝てるのだから、コンディショニングや、ピーキングをしっかりとして、大事な試合の時に一番自分の力を出せるようにだけ意識しろと解釈することによって、自らを納得させた。12月のグランドスラム、東京では、決勝で、両徳寺学園職員の秋元刑事に、 背負い投げの有効で敗れて2位にとどまった。2015年2015年2月のグランプリデュッセルドルフでは、準々決勝までの3試合を1本勝ちすると、準決勝では、韓国の安政林に、大内狩りの技ありで勝利すると、決勝では、グルジアのヌグザリとたらしビリに対して、内股で技ありを取った後に、小外刈りで一周して、優勝を果たした。4月からは、 天理大学の大学院に進んで、引き続き、細川の指導を受けることになった。選抜体重別では準決勝で、パーク24の橋本総志に、大外刈りの有効で敗れた。しかしながら、金メダルに近い存在だとして、世界選手権の代表に追加で選出された。8月の世界選手権では、最初の3試合を、合わせ技、大外刈り、合わせ技で一本勝ちすると、 準々決勝では、ヨーロッパチャンピオンであるイスラエルの詐欺向きに、技ありと有効3つを取って圧勝した。準決勝では、アンと対戦して指導1と、内股の技ありを選手するが、その後に大外返しで技ありを取られるも、終盤に、裏投げで一本勝ちした。男子では1975年の世界選手権、以来40年ぶりの日本選手同士の対決となった。 決勝では世界チャンピオンの中谷を小外刈りの技ありで破って2013年以来2年ぶりの世界選手権優勝を果たすこととなった。世界団体では準決勝のドイツ戦のみに出場して大外刈りで勝利するとチームも決勝で韓国を破って優勝を飾った。なお世界選手権後のインタビューでは柔道という競技は世界選手権で勝っても 世間からは評価されないし、オリンピックに出場できなかった場合や、たとえ出場しても負けた場合は全く意味をなさなくなる競技なので、オリンピックに出場して必ず金メダルを取りたいし、そういう部分にこそやりがいがある。国に一つくらい金メダルしか求められない競技があってもいいのではないかと語った。2016年2016年2月の グランプリデュッセルドルフでは準決勝でアンを内股の技ありで破ると決勝ではアゼルバイジャンのルスタム・オルジョフを内股の技ありで破って今大会に連覇を達成した試合後にはすべては8月そこで勝たなければ意味がないと語った4月の選抜体重別では決勝で中谷を指導1で破って今大会2年ぶり2度目の優勝を飾り2016年 リオデジャネイロオリンピック代表に選出された。代表決定後の会見では、すべてをリオにつなげられればいい。必ず金メダルを獲得したいとコメントした。5月の強化合宿の際には、2000年、シドニーオリンピックで金メダルを獲得した田村良子の最高で金、最低で金を思い起こさせる、最低でも金というコメントを発した。 オリンピックではたとえ調子が良くなくても勝ち切れるだけの実力差を見せつけたいという2014年の世界選手権で敗れた際のことを教訓にしてピークもコンディションも本番に合わせられるように練習をやりすぎずにオリンピックへ向けた調整を行うことを心がけた8月のリオデジャネイロオリンピックでは初戦となる2回戦でコスタリカのミュルム・リジョ横四方型 三回戦で UAE のビクトルスクボルトフを内股でそれぞれ破ると準々決勝ではロンドンオリンピック 66kg 級金メダリストのジョージアのラシャ・シャフダトゥアシビリを骨折者の技ありで破った。準決勝ではベルギーのバンティヘルトからともえ投げで技あり背負い投げで有効を取った後にともえ投げで一本勝ちした。決勝ではオルジョフと対戦すると 内股で技ありを取った後に、コーチ巻き込みで一本勝ちして、オリンピックにおいて、日本男子柔道に大会ぶりの金メダルをもたらした。試合後のインタビューでは次のように語った。嬉しいです。内容的に満足できるものではなかったですけど、柔道の素晴らしさ、強さ、美しさを見ている人に伝えられたと思います。周りの声が聞こえていたので、 当たり前のことを当たり前にやる難しさを味わいました。五輪は独特な雰囲気はありますけど、普通の国際大会ですし、気持ちの持ちようだと思います。今大会における、大野の活躍ぶりに、筑波大学准教授の山口香織は次のようなコメントを寄せた。大げさでなく、これは日本柔道の教科書だ。井上康生や野村忠宏が五輪を去った後、 十数年にわたって絶版になっていた教本の真相版がお披露目された。こういう柔道をしましょうよ、と日本の選手が国内外に手本を示した値打ちは金メダル一個分にとどまらず、計り知れないものがある。大野は接近戦で相手に譲らなかった。踏ん張る相手を大外刈りから腰やいと体勢を移しながら強引に横倒しにした。日本人が柔道をするのに、 何を譲ることがあると語っているようだった。9月にはオリンピックでの活躍が評価されて、県民栄誉賞を受賞した。11月、支持報賞を受賞。12月には、グランドスラム、東京に出場予定だったが、古傷の右足首を負傷して、出場を取りやめた。なお、ファン投票により2016年のアイフ年間、最優秀選手に選出された。 辞典のリネールに2倍以上の大差をつけての受賞となった。2017年2017年4月の選抜体重別には大学院での修士論文の作成を優先させるため出場を見合わせることになった。これにより世界選手権代表からは外れる。その一方でオリンピック金メダリストであるために出場資格を有する無差別の全日本選手権に3年ぶりに 出場することを決めた。全日本選手権はオリンピック、世界選手権と同等かそれ以上の価値のある大会、自分がどこまで通用するのか試したい。また会場の日本武道館は東京オリンピックの会場でそこで試合をしておきたいと出場理由を語った。全日本選手権では 初戦となる2回戦で9 0ラム級の選手である JRA の池田健生と対戦して指導2を選手するも GS に入ってから指導2で追いつかれると10分近い戦いの末に大外刈りで敗れて初戦突破はならなかったこの結果に関して本人は自分が評価することではない観客やメディアの方に逆に聞きたいとコメントした オリンピック以来1年4ヶ月ぶりの国際大会となった12月のグランドスラム、東京では初戦でキルギスタンの選手に GS に入ってから反則がちするも大会前に右膝を負傷した影響などもあって次戦を危険した。今無理をするより次につなげる方がいいという考えになった。自分自身も悔しいし情けないが今日の試合が現状の限界。 今はこれしかできなかった。この経験をプラスにして、2020年に一番強い選手でありたいと述べた。2018年2018年1月には、大外刈りを対象とした修士論文を提出したが、その探究過程において、自らの大外刈りは時代に脚光した古くからある形の技であることを発見したという。2月には、グランドスラムデュッセルドルフに出場すると、 二回戦でヨーロッパチャンピオンであるアゼルバイジャンのヒダヤとヘイダロフを技ありで破るなどして決勝まで進むとオルジョフを内股で破ってオリンピック以来一年半ぶりの国際大会優勝を飾った。なおこの際に L ・エスプリジュ柔道から 73kg 級のモーツァルトと称された。4月の体重別では準決勝で 行動学者の2年先輩にあたる6 6ラム級から階級を上げてきた元世界チャンピオンの海、追い沼忠に内股で二度技ありを取られて敗れた。この際に悔しいけど楽になった。海追い沼先輩に土をつけていただき逆に気が引き締まるとコメントした。世界選手権代表には選ばれなかったが、アジア大会代表には選ばれた。 8月のアジア大会では準決勝まで全て一本勝ちすると決勝ではアンと GS 含めて11分以上の戦いの末に内股で技ありを取って優勝した。ここで引いたら東京オリンピックへの道が立たれるとの強い思いで望むもアンとは喧嘩4つのため相手の引き手がなかなか取れなかったが持ちに来い。俺は逃げないぞと GS に入ってから相手に合わせて左組で戦った。 結果、大野の内股で、案は肩の側面を若干つく形で落ち、試合再開後に、ジュリーの裁定により、ポイントが入る微妙な判定ながらも勝利することとなった。11月のグランドスラム、大阪では準決勝で、東海大学3年の立川真を終了間際の内股で破るなど、すべて一本勝ちして決勝まで進むと、エビ沼を墨落ちの技ありで破って優勝した。 2019年2019年2月のグランドスラム、デュッセルドルフでは2回戦で無名のイスラエルのトハル、ブトブルにてこずり、9分過ぎにようやく、技ありで勝利した。その後の準々決勝でオルジョフを内股で破るなど、して決勝まで進むと、エビヌマを浮き技の技ありで破って優勝した。試合後には、結果だけを見れば、良かったとなるだろうけど、どうしても内容に目が行く。 もやもやするような我慢のついたちだったとコメントした。また、決勝で対戦した行動学者の2年先輩であるエビ沼について互いに、ほこたい、ほこだと思っている。唯一、命のやりとりのできる相手と語った。3月には、天理大学大学院を修了した。4月の体重別では準決勝でエビ沼歌に落ちの技あり。 決勝で橋本を9分30秒もの戦いの末に、墨落ちの技ありで破って、優勝を飾り、世界選手権代表に選出された。8月に、東京で開催された、世界選手権では準々決勝で、ジョージアのラシャ・シャフダトゥアシビリを、大外刈り、準決勝で2014年の世界団体で破れていた、ロシアのデニス・ヤルツェフを共え投げとけさ型の合わせ技で、破ると、 オリンピックに続いての決勝対決となったオルジョフを内股で破って6試合オール1本勝ちして圧倒的な強さで2015年以来3度目となる世界選手権優勝を果たしたこの際に次のように語ったどうせ王野は勝つだろうという周りからの甘い誘惑に打ち勝つことができた世界団体では決勝のフランス戦でギオームシェーヌを 開始わずか30秒で内股と,ともえ投げの合わせ技で破ってチームの優勝に貢献した。優勝すれば東京オリンピック代表内定の可能性があった11月のグランドスラム大阪は左大西座賞のため出場を回避することになった。2020年2020年2月のグランドスラムデュッセルドルフでは4回戦でリオデジャネイロオリンピック 66kg 球勤メダリストであるイタリアのファビオ・バシレを打ちまた、しかし、その後の準決勝で、スウェーデンのトミー・マシアスを打ちまたで破るなど、すべて一本勝ちして決勝まで進むと、安政林を打ちまたの技ありで破って、今大会3連覇した。その後に開かれた、協会委員会で、協会員全員の満場一致により、東京オリンピック代表が内定した。 二番手選手とのこれまでの成績差が歴然だと、協会委員の3分の2以上によって判断された場合は、東京オリンピック代表が内定することになっていた。代表内定となった大野は、自分、そして、周りが思ってる以上に二連覇は難しいこと。ですが、自国開催で二連覇を目指せるということはこれ以上ない。モチベーション。覚悟を持って準備するだけ。やるべきことは、 今までと変わらない。と決意を語った。3月にはコロナウイルスの影響により東京オリンピックの開催が1年ほど延期されることになった事態に対して東京五輪がいつ開催になろうと私たちは決められた試合日に向け最高のパフォーマンスができるように覚悟を持って準備をするだけですとコメントした。5月に全10連は常務理事会と協会委員会を開いて 一年延期になった東京オリンピックでは2月に決まっていた代表内定選手の権利を維持する方針を確認した。内定選手は激烈な代表選考を既に経ているとした上で国際大会の再開が未だ不透明で再選考が容易でないことを最大の理由に挙げている。一方で協会委員長の今野淳は現場の監督、コーチが 現内定選手で戦う自信をしっかり持っていることが一番の決め手だと説明した。その後、全0連の前理事と幹事の承認を得て、代表内定選手の維持が正式に決まった。7月には1年に延期された東京オリンピックについて夢や希望、感動、何でもいい。みんなが苦しい状況の中、何か伝わるような柔道を、 日本武道館の畳の上で体現することが一番の目標、その目標を達成するために五輪連覇は必須条件とコメントした。また、7月には2年前からスポンサー契約を結んでいるスポーツアパレルブランドチャンピオンから自身の監修したトレーニングウェアが販売されることになった。9月には三重県で約半年振りとなる対外稽古を観光したが、この際に 野球やサッカーのように、柔道も前に進まないといけない。強い思いがあり、参加させていただいたとコメントした。2021年2021年5月には、地元の山口市で聖火リレーを務める予定だったが、ロシアでの国際合宿に参加するため辞退した。愛 f 世界ランキングは4000ポイント獲得で3位。右組から繰り出される得意技の内股や大外刈りは、 非常に切れ味鋭く、豪快に相手をなぎ倒す威力を有している。体幹が強く受けも、比較的強い。現在の柔道スタイルの原型は、中学3年の時に作り出された。とりわけ、大外刈りは、引き手で相手の脇をつかみながら仕掛ける、独特のスタイルを有している。稽古では1日1000本の打ち込みをこなす。 2014年の全日本選手権では優勝した1 0 0ラム超級の王子谷が対戦した選手で唯一技でのポイントを奪われなかったことや2016年にスペインのカステーダ・フェルスで開催された国際合同合宿におけるランドリでテディリネールを内股で投げて周囲をざわめかせたことなどからも示されるように重量級の競合選手とも渡り合えるだけの力を有している 基本的に一本を取る柔道を理想としているが、最終的には勝たなければ意味がないので勝ちにこだわることに徹底している。綺麗に一本勝ちしようと色気を見せると隙が生まれることもあるので、そのあたりにも最新の注意を払うように努めている。なお、案のように低い体勢から背負い投げを繰り出すタイプの選手には、深追をせずに、まずは指導を取って、 ペースを握ることが肝要だとも心がけている。オリンピックの6 0ラム級で3大会連続の金メダルを獲得した野村忠博は大野が高校3年の時に稽古を積んだ際にその技のスピードや瞬間の切れ味には大いに強嘆させられたと語った。また、大野と組んだことのある選手は誰もがその技に恐怖を感じているはずだという。さらに続けて、 下半身への手や腕による攻防が禁じられて以降、お互いの間合いが近づいた密着型の接近戦が多くなり、従来以上にパワーが重要になってきたが、長身で力の強い外国選手が上や横から柔道位を掴んで反則狙いの潰しにかかってくると、普通は腰が落ちて後ろに下がってしまい技を仕掛けることができない。対して、 大野の場合は間合いを詰められても体の軸が強力な、ために体勢が崩れることなく、逆に前に出て、相手を投げ切ることが可能となるとも指摘した。大学時代から大野を指導していて、大野と同じように内股や、大外刈りを得意にしていた天理大学監督の穴内、高師将は、自分がヤワだとしたら、大野は強だとした上で、大野の柔道の特徴を次のように語った。 技に入る時の威力、度胸がすごい。大外刈りは返される可能性が小さくない技だから、私は何度もタイミングを測ったものですが、大野はそこで行くの、と思うようなタイミングで行ける強さがある。相手は自分が組み勝っていると思っていても、懐に入ってきた時の大野の威力がすごくて、対応できない。また、穴井からは、頻繁に我慢しろという言葉をかけられるが、 その言葉を苦しい場面でも気持ちを切らさず根気よく打ち勝っていくという意味に捉えることで以前に比べて辛抱を強いられるような試合においても冷静さを維持しながら粘り強く戦えるようになったという。なお、王の自らも自身の柔道を力で真っ向勝負するスタイルだと考えている。崩したりいなしたりする伝統的なスタイルだけでは十分でないと感じており外国選手に パワーでも負けたくなかったので、ウェイトトレーニングに本格的に取り組んだ。結果として力と力で勝負をする場面においても、それを真正面から突破できるだけのパワーを身につけることになった。2018年になると、筋力増量のためのウェイトトレーニングよりも、筋肉の瞬発力を鍛えるトレーニングを重視するようになった。 右の釣り手のみならず左の引き手も決して離さず、両手に一気に力を込めて技をかけ切ることで切れ味が増すようになったという。2013年9月には、天理大学柔道部で5月から7月にかけて、天理大学柔道部4年生の男子部員に4名が1年生部員複数に対して暴力を振るい、そのうちの1名が鼓膜を破るなどの怪我をしていたことが明らかになった。 柔道部首相の大野も暴行現場に合わせたものの直接暴力は振るっていないという大野は止められず不甲斐ない申し訳ないと弁明したまた柔道部部長の藤井聖太や監督のトササブローラーと共に暴行を受けた一年生部員の自宅に赴いて申し訳なかったこれからは自分が四年生をきちんと指導すると述べたという大学側は この件を謝罪するとともに、大野は暴行現場には居合わせたものの、直接暴力とは関わっていなかったので、世界選手権の出場を黙認したと説明した。9月5日に、大学側は、この件で柔道部部長の当庁と監督の都佐を解任するとともに、大野を首相の任から解くことも発表した。 柔道部に対しても再発防止策が確認されるまで無期限の活動停止処分を下すことになった。さらに全10連戦無理時の近いし安博は今後の展開次第では世界チャンピオンである大野が全10連の強化指定選手から外される可能性もあることを示唆した。9月11日に天理大は大野を含む4年生の部員5人を30日の停学処分にしたと発表した。 それによれば、大野は一年生一人に対して平手打ちを二回したとのこと。その一方で、実際に大野は暴力を振るっていなかったが、四年生の就職に影響が出てくることを恐れた大学側の立っての頼みで一度は断った妖精を飲んで暴力問題への関与を認める汚れ役をあえて引き受けたと報じる向きもある。また、後に大野本人も、 同級生の内定事情などを考慮した上であえて罪を被ったと語っている。事件があった当日は世界選手権の強化合宿があって不在だったとしている。俺に十字架を背負わすのかこれが大人のやり方か。と、この当時思ったという。このこともあって一時は現役引退も考えたが結果として思いとどまった。9月18日に全十連は 懲罰委員会を開いて、暴力行為に関わった大野ら4年生9名に3ヶ月の登録停止処分を下したことを発表した。これにより、大野は全10連の強化指定選手を外された。復帰は処分明けに検討されることになった。10月12日には、定額処分の解けた大野を含めた天理大学柔道部が、東日本大震災復興支援プロジェクトの一環として、 宮城県七ヶ浜町で仮設住宅の雨どいの清掃作業などのボランティア活動を行った。この際に首相として管理しなくてはいけなかった。申し訳ないと思っています。気持ちを新たに頑張りたいと語った。暴力問題後、全十連からボランティア活動を求められていた。天理大学柔道部は定学期間中だった大野らを含めてすでに奈良県内や学内において、 清掃活動に従事していた。11月5日には大学当局から活動の一部再開が認められて、大野も早速練習に取り組むことになった。2014年1月5日には強化指定選手に復帰することになり、全日本の強化合宿に参加した。その後の記者会見で人間としてどうあるべきか、改めて考えさせられる3ヶ月でしたと事件を振り返るとともに、 ご迷惑をかけ、本当に申し訳ないと思っていますと改めて謝罪した。続けて、最強かつ最高の選手になれるように努力したいとも語った。ありがとうございます。